はい、どうも、増田です。今回、柔軟性を意識した動き、こちらをやっていきたいと思います。柔らかい動きというのは、下半身の動きが重要になります。下半身が硬いと、上の動きも硬くなります。まず、下半身を意識します。下半身の意識の仕方として、構えた時に、両膝を内側に少し入れてください。こういった形です。そうすると股関節が締まります。股関節が締まるとダッキングリーディングした時に自然と戻ろうとします。開いた状態でやると一度体を沈めてしまうとここを持ち上げるのにスクワットに近い状態になる。そうすると太ももに負担がかかります。股関節を締めると自然に戻ろうとするので動きが楽になります。膝のバネとよく言うんですけど、膝のバネというよりこの股関節、ここをしゃがんだ時に戻ろうとするこの反発を利用します。まずはそこから始めてください。膝を締めてダッキングする。そしてこれは僕のイメージなんですけど、地面と喧嘩をしない、地面に吸収されるようなイメージでやってます。例えば空振りした時、空振りしてそのままどんどん着地しない、空振りした後に地面に吸収されるような感じで少し体重を落とします。そうするとバランスもよく、またすぐ打てる体勢入れるので、空振りした後なんかもバンっていかずに地面に吸収されるように一度落とします。膝を内側に向けて落とす。常に内側に入れておけば動いた後も内側入ってくるので、ここを意識しておけばこの股関節のこのバネ、ここは生きてくると思います。あと動くときにつま先から入っていきます。かかとから入らずにつま先から入って、つま先から入るので少しかかと上がるはずです。そのエアクション、ここをうまく使って吸収されるようなイメージで動く。前足も後ろ足もつま先から入るのでかかとが上がります。そこをうまくクッションに使ってできるだけ音を立てないように動く。そうすると柔らかい動きというのは身についてくると思います。スウェーなんかでも上体だけでこう行うより、後ろ足、このかかとのエアクション、ここをうまく使ってやると綺麗にできます。最後に動きの中で角をできるだけ作らない、こうカクカク動かないように丸みを持たせます。丸みを持たせて動くと柔らかく動けると思います。柔軟性を持たせる柔らかい動きをするには下半身がほぼほぼ全てです。膝を内側に入れて股関節を締める、この縮んだら戻る、このバネをうまく利用してください。下半身に柔軟性があればパンチを直撃された時、
すべて受け止めるんではなくて、受け流す。下半身の柔軟性で受け流してダメージを少し殺すこともできるので、下半身の柔軟性、ここはぜひトレーニングをして身につけてください。